ニコルンこと藤田ニコルさんです。お越しください。ようこそお越しくださいました。まあ、日頃からなんだろう、ミューズの歴代の方々を一顧客としてというか、まあ、見てたというか、はい、一丼さんのブラジャーいつもつけてたので、うん、普通にミューズ今年誰なんだろうってすごい見る側というか見る側だったので、まさか自分がピーチジョンさんのミューズに選ばれるとは思ってもなかったので、本当に決まった時は嬉しく思いました。あと日頃からやっぱ好きでトレーニングとかしてたりするので、あ、やっとこういうのがお披露目できるんだなと思って、体作り今まで頑張ってた甲斐があったなって思いましたね。ニコルさんとピチジョンの出会いってどれくらいになります？出会いは本当学生の頃というか、そういうこと初めてつけるブラジャー、私ピチジョンでした。うん、記念すべきですね。嘘とかじゃなくて本当にピチジョンさんのブラジャーでした、うん、はい、やっぱりちょっとこう、うん、お店に行って、はい、商品を見てみたいな。そう、お母さんと一緒に買いに行って何がいいかねみたいなので、うん、お店に伺った記憶があります。どんなアイテムだったかとか覚えてますか？その時は、うん、何色だったか、何色だったっけ、もうデビューはデビューでも多分学生だったので、そんな目立つ色ってよりかは、うん、シャツとかにも大丈夫な、はい、多分白とかそういう色だった気がしますね。デザインとかも見てみたいな、うん、はい、自分のお洋服と普段の合わせてみたいな、はい、うん、実際に撮影時にもつけていただいていると思うんですが、うん、はい、いかがですか？いや、もうつけた瞬間に鏡見てうわ漏れるって、うん、言えるくらい本当全部乗せというか、着やせもできるし、この脇のところちょっと高めになってるんですかね、なんか全部持ち上げてくれるというか、ここもすっきりしたラインに見えますし、胸もすごい丸くふわんとした感じで私は漏れるので、うん、すごいテンションが上がります。SNS 世代を代表するニコルさんにピーチジョンの新たなミューズの最初の仕事といたしまして、はい、ました、ハッシュタグ丸く漏れる着痩せブラチャレンジと題して、はい、丸く漏れる着痩せブラの PR 文章をスマホでスピーディーに打ち込んでいただきたいと思います、うんうん、いや、私フリック機能できないんですよ。そこが結構本当腹打ち派なんですよね。スタート。マジで、あ、ちょっと待って、マジでマジでとんでもない、ああーサーク、はい、ブラが出たよ、正確に漢字やね記号なども入れていただきたいと思います。音符また涙が出てきますよ。まあ、どこで行くんだこれ。あった、まーるく漏れる気やす漏れる、はい、終わりました。はい、終了です。やばい、最低だ。4分くらいはかかってくるんじゃないですかね。253秒でした。すいません、4分ちょっと。かなり、まあ、そんな突発的につぶやかないですから、はい、そうですよ ね危険ですからね、はい、すぐボボンってやって投稿したら危険ですから、はい、普段は考えてゆっくりゆっくりやってるということで、はい、速さとかね、関係ないですからね。はい、はい、ありがとうございますニコルさん、はいはい、すごいスピードで、変な汗かいた、こんなに緊張するんだと思ってファッションショーより緊張するコンセプトが元気、ハッピー、うん、セクシーということなんですけども、はい、まあ、ちょっとセクシーという部分でもこう今回、はい、ミューズに選ばれたという、うん、点ではいかがですか？そうですよね、セクシー要素をちょっと出していかないきゃいけないのかなって思って、まあ、25になるので、あと2月で25歳になるので、ちょっと大人の色気というか、なんかセクシーだけど、なんだろう、ヘルシーセクシーみたいな感じの方が私には合うのかなって思うので、なんかそうですね、ヘルシーセクシーキュートハッピーを目指します。両手、はい、ありがとうございます。お願いします、はい、きます。こちらでスチールは以上となります。はい、きます、はい、きます、あとホッペ、あ、はい、きます、お願いします。あとムービーさんに移らせていただきます。ご準備お願いします。ムービーさんも下手側から行かせてください。お願いします。